今日未明、札幌の中心部で男性が男にセカンドバッグをひったくられました。男は今も逃走しています。今日午前4時ごろ、札幌市中央区南三条西5丁目で39歳の男性が携帯電話で話しながら歩いていたところ、後ろから来た男に現金およそ12万円が入ったセカンドバッグをひったくられました。背後からバッグを奪った容疑者は北方面へ逃げたということです。男性に怪我はありません。警察によりますと、逃げた男は20代くらいで、身長はおよそ170センチでした。警察が逃げた男の行方を追っています。